バラマツです。こんにちは。今日はですね、マイクロソフトの石坂さんに来ていただきました。やっほー。今回はですね、マイクロソフトだったり Google の外資系企業の変わった入試問題に挑戦。イエーイ。今回ですね、結構難題な3つの問題にチャレンジをして、正解者には1ポイント、不正解者には0ポイント、まあ、3問の合計を競っていこうと思います。石坂さんはマイクロソフトに合格されてるので、3問正解は当然。当然でしょう。我々ダイアリーもね、インターナショナルカンパニーなので負けてはいられないかなと思っております。池ちゃん、簡単に自己紹介お願いします。旬ダイアリーメンバーの池ちゃんです。バラマツさんに負けないように僕も3問正解狙います。せーの、頑張るぞ。頑張るぞ。もし私か池ちゃんのどちらかが石坂さんに勝つことができたら、え、なんかやっぱり期待してます。期待しちゃいますね。じゃあやっちゃいますか。はい。お、じゃあ今私が着ているこのアグリースウェーダー、アメリカ限定のですね、もう売り切れ状態のものを、私が着てるやつではなくて、あの持ってきてる新品のがあるので、特別に視聴者さんにプレゼントしたいと思います。欲しい。絶対勝ちます。皆さんお任せください。頑張る。絶対勝ちます。じゃあ早速1問目、星君お願いします。1問目、この三角形の面積を求めよう。こんな問題やったことないんだけど、これなんか仕事に関係あるのこれ。それ言っちゃダメですよ。効力を問われてる。まあでもこれ一見簡単なんでね、すぐに問題の答え出るかなと思ったんですけど。 OK です。じゃあ皆さん正解を一斉にどうぞ。じゃじゃん。え、ちゃん答え分かれた。正解はいますか。います。じゃあちょっと一人ずつ行っていきますか。はい。16したのはですね、あれ10じゃないですか、まあ、いい感じに8と2に分けて、ここ8とここ4センチ、底辺かける高さ割る2じゃないですか、だから16っていう感じで僕は計算しました。あー間違えた。これ30だと思います。10があって6じゃないですか、このおそらくの高さが、うん、これと全く同じものがこう下に来るとして、そうするとここが6じゃないですか、そうするとこう12ですよね。縦かける横で 12×10 の120の四角形ができます。4分の1じゃないですか。なんで普通にこう120割る4で30じゃないかなっていう。でもさっき答えがあるって言ってて、でも私は25って言ってるから違う。間違うかもしれない。これ直角三角形なんですよね。どこをやっても直角で高さ同じなはずじゃないですか。考えると直径が10であれば、この円上だと半径の方も高さも5である。でもここ6なので存在しないんじゃないかなって思いました。じゃあ正解発表お願いします。はい、正解は存在しない。バラマツさんです。マジっすか。バラマツさんです。存在しません。これは三角形が円の中に入っている外接円というものがあるんですけど、円描いてあげるとそれが直角になってるっていうことは、まあ、この10センチっていうのが直径になるんですよね。で、その半分は半径5センチなんですよ。っていうことは、その上から真ん中の直径に対して垂直に下ろしている線は絶対に半径と同じ長さじゃなきゃいけないんですよ。ということは5センチなので、これは存在しない。バラマツさん1ポイント。イエス。わー。1問目は見事チームダイアリーが1ポイント。マジっすか。チームマイクロソフトが今0ポイント。マイクロソフトいい問題出すね。じゃあ次2問目いきましょう。どちらもちょうど1時間で燃える導火線が2つあります。この導火線はムラのある材質でできているため、燃え方に早い部分と遅い部分があり、一定の割合で燃え進まない、うん、この2本の導火線と1個のライターだけを使って正確に45分を測るにはどうするか。2本か、うん、できるんだよね、結論。できます。マジ？難しいな、これ。すごい。明治、筑波、早稲田、マイクロソフトが全員頭を抱えて、それだけマイクロソフト入るの難しいってことですね。そうですね、うん、ちなみにこの問題ってマイクロソフトの入社試験で出たんですか。全然知らない。いや多分ビル・ゲイツがいた時代は、例えば富士山を動かすのにあなたはどうするかっていう、そういう Google っぽいっていうかね、そういう質問が出るっていう伝説は。でも最近はそういう傾向は全くないらしい。わかりました。お、待って、私も思いついたかも。え、本当に。ちょっと待って、分かった。先に分かったって言ったの池田くんなんで、池田くんからどうぞ。
2本の導火線と1本のライターを持って隣の人の家に行ってこれつけるよって言って脅して正確に測ってもらう。どうでしょうこれ。不正解です。もちろん不正解です。これは重要なのは1本は60分かかるわけですよ。45っていうに合わせるためには60÷4にして15分っぽいものにこう分ける。60分60分で120分でそれを15のやつにやると8にこう分かれるわけですよ。8に分けるってどれですか。いや分かんない。全然分かんない。新しい道具出てきてるからダメです。ダメです。だけって書いてあるんです。分かりました。じゃあその時点で終了ということで。小田松さん正解どうぞ。2つの導火線があって1本は両方から同時につけられます。同じタイミングでもう1つの導火線は1本だけつけるんです。30分経った時点で1本の導火線は使い切る。で、1本の導火線は半分になっています。その段階で、今度また両サイドから火をつけ始めると、ちょうど半分で15分。おーで、45分。小田松さん、正解。すごいですね。あ、よかった。あ、でも確かにその通りだよね。答え言わせていただきますね。はい。1本の導火線の両端から火をつけ、もう1本の導火線も同時に片側だけ火をつける。両端から火をつけた方が燃え尽きるのがちょうど30分。それと同時に片側から火をつけた導火線の火のついてない方から火をつける、その導火線が燃え尽きるのは45分ですよね。意義あり。はい、何でしょう。ライターが2つあったらそれ可能だと思うんですよ。でもライターが1個しかない時っていうのは導火線の端っこをやるときに必ず 0. 数秒あるいは1秒以上の間が空くと思うんですよ。なんでこれは実行不可能。はい、あそう、ライターが1個しか入ってないけど、うーん、正解でやったー。僕の問題抜けがあったということで、次最終問題あるんで、ライターがあるんだ。これ1対1ですね。最後の問題いきましょう。ある夜、4人は吊り橋を渡ってキャンプ場に戻ろうとしています。吊り橋は懐中電灯なしでは暗くて渡ることができません。しかし彼らは懐中電灯を1つしか持っていません。また吊り橋の強度が弱っており、2人で渡るのが限界で、3人以上が渡ると壊れてしまいます。バラマツ、池田、シュン、マコトの4人はそれぞれ1分、2分、5分、10分で吊り橋を渡ることができます。ここで問題です。4人が橋を渡り切るのに必要な時間は最短で何分でしょうか。これは簡単じゃない、うん、これあるあるじゃないですか。あ、結構よく似たような問題聞きますよ。あるよね。これならどっちも正解しちゃうかな。出ました。お、あ、そういうことか。え、どういうこと。全然わかんないんだけど。ごめんなさい。いや、もうこれしかない。うん、皆さん答え出揃いましたか。はい。じゃあ皆さん、はい、一斉に答えをどうぞ。せーの、じゃん。19、24。懐中電灯1個しかないじゃないですか、はい、1分の人が一番早いから1分の人がそれぞれ2分よ5分の人と往復して、あ、ちゃうわ、待って不正解です。すでに不正解です。まず、誠さんが一番遅いので最初に1分の私と10分の誠さん一緒に渡ります。1分の私が懐中電灯を持って戻ります。次に5分のシュンを連れて橋を渡ります。1分の私はまた戻ります。あ、で最後に2分のイケちゃんを連れて一緒に走れば2分で終わりなのでトータル19分になりました。おー、つまり1分の人が常に動くっていう考えだよね。それ私も同じ で、私は逆に1分の人と2分の人でっていう、ちょっと真逆だった。でも結局トータル同じだ。あ、トータル同じ。そう、だから19になる。じゃあ正解聞いてみましょうか。正解聞こう。正解は17分です。まだ2本いける。え、これリベンジマッチして、はい、先に答えた方で。マジっすか。17分ね。ヒントいきますか。ヒント最初は1分と2分が2人で渡ります。なんとかして最後に5分と10分が一緒に帰るっていう方法を導き出さないといけないと思うんですよ。あ、分かった。あ、あれどっちが早い。あ、どっちも分かったぞ。どっちも分かったかもしれない。ちょっと待ってよ。もう説明できるって分かった瞬間に手を挙げていただいて早くしないと。ちょ。あ、分かった。あ、分かった。A が変えるんじゃなくて B が変えらないといけないんですよ。アグリースウェターをプレゼントということで。お。